フリートリンゲンの戦いは、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1702年10月14日に、現在のドイツバーデン・ビュルテンベルク州フライブルクイム、ブライスガオ近郊でフランスと神聖ローマ帝国軍が衝突した。ドイツのライン川戦線では、フランス軍と神聖ローマ帝国軍が対陣、フランス軍司令官、ニコラ・カティナは、アルザスの都市ストラスブールで待機していたが、プファルツ選定公領でライン川封鎖が行われ、フランス軍は、ライン川左岸からの北上とケルンに駐屯していた、友軍の支援ができなくなった。右岸では、バーデンバーデン辺境伯、ルートヴィヒ・ヴィルヘルムが、右岸の都市、シュトルホーフェンからシュバルツバルトに防衛線を敷いたため、右岸からも北へ進めなくなった。1702年9月には、ルートヴィヒ・ヴィルヘルムが、ライン川左岸で、ストラスブールから北のランダウを落として、フランス軍の進軍範囲を狭め、カティナは軍勢が少ないため傍観するより他になかった。しかし、フランスと同盟を結んでいたバイエルン選帝公、マクシミリアン2世エマヌエルが、ランダウ陥落前後に反乱を起こし、フランス軍にとって東へ進出する好機が到来した。カティナは、東進をためらっていたが、部下のクロード・ルイ・エクトル・ド・ビラールは、カティナを説得して南からライン川を渡河する作戦を実行した。ビラールは南下してライン川が曲がるスイス国境付近に到着、10月14日に、下半のフリートリンゲンとバーゼル付近に陣取る。ルートヴィヒ・ヴィルヘルムの帝国軍と衝突した。この戦いに際してビラールは戦場から下流に分遣隊を渡河させ、敵を動揺させた暇に自らも渡河を果たした。バイエルン軍挙兵も帝国軍の士気を下げる一因となっていた。フランス軍はシュバルツバルトの傍らで布陣した帝国軍を攻撃、不評部隊が反撃を受けて逃亡しようとしたところを、ビラールが引き止め戦場に戻す場面もあったが、帝国軍は北へ撤退して、フリートリンゲンは降伏した。帝国軍の損害は3000人に達したが、フランス軍も死者、負傷者合わせて4000人以上だったため、ビラールはバイエルン軍の合流は断念し、ストラスブールへ戻った。戦後ビラールは、ルイ14世からアゲンスイに除せられ、カティナの引退でライン川戦線司令官に就任した。1702年の戦況はそれ以上進展しなかったが、ビラールは、翌1703年に再度南下してライン川を渡河、北上してライン川右岸のケールを陥落させると、シュバルツバルトを突破して、バイエルン軍と合流を果たし、ドイツ戦線で活躍していった。ボルテール、P60、P61、友清、P88、P90。ボルテール、P61、友清、P90、P92。ありがとうございます。